テトラキスエチレンエセリーンとは、エチレンの4個の水素が、ジメチルアミの元に置き換わったエナミン。トデイ、トミーと略称される。テトラキスエチレンの合成は1950年に報告された。1963年に報告された改良法では、まずジメチルアミンをジメチルアミンと反応させるここで得られる生成物を蒸留装置で加熱すると、 メタノールを放出しながら縮合し、テトラキスエチレンが生成する。テトラキスエチレンは、空気中の酸素分子を還元するだけの強い、還元力を持つ。例えば、アルファ、ブロモケトン類を還元的に縮合させて1、40ケトンに変える。フラーレン C62 一電子を与え、アニオンラジカルに変える。このアニオンラジカルは低温で、有機磁石として振る舞う。 テトラキスエチレンは酸素で酸化されると青い化学発光を示す。この性質を利用して手を青く光らせる演じ実験に利用できる。この記事は以下から翻訳された WFR テトラキセサリーン。ありがとうございます。